こんにちは、栗林です。数名の方はご無沙汰しておりますっていうことだと思うんですけども帰ってまいりました。もう僕にとっても本当帰ってきたっていう感じなんですけど、十和田っていうのはもう10年以上経つんですけど、僕の作品も無事まだありまして、皆さんのサポートのおかげで僕の作品だけじゃなくて十和田のいろんな作品も本当に、生き生きと存在し続けられているっていうのは本当にありがたいお話で、今日もお忙しいところ本当にありがとうございます。今日はですね、1時間ということで、ザンプランド、中心なんですけども、当時その作る時の、お話とか改めて、実際これはどういう作品なのかっていうことと、あと自分の他の作品をちらちらとお見せしながら、近況の、お話だったりとか、今自分がどういうことを考えて生活をしているのかっていうことも含めて、本当だと1時間じゃ話しきれないようなお話なんですけども、バババッと話させていただきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。最初に、ご存知、ザンプランドなんですけども、僕はやっぱり自分で作った作品なんで、本当はその先ほどもねお話してたんですけど、皆さんが一番最初に何の情報もなく覗き込んだ時のその感覚みたいのっていうのがどうだったかっていうのを本当に知りたいぐらいなんですよね。っていうのは僕は初めからその屋根裏にあるものを知っているもんですから、一番最初に見た人の驚きとかそういうことっていうのは自分では理解できないっていうか、で当然その驚かしたいっていう部分だったりとか、もう一回見に行きたいとか、そういう思いをさせたいと思って作品を作っているものですから、どっちかっていうと一回見ておしまいというよりはまた見たいとか、で特に植物が四季によって変わってきますし、メンテナンスごとにお花を入れたりとかいろいろやったりとか実はしてるんですけども、こう気になった植物とかがもう一回どうなってるのかって見に来たりとか、で一番最初に冬来た方は、夏来た時にやっぱ驚いたりとか、そういうその普通の作品とは違う作品なので、そこら辺の感覚をそのなんていうんですかね、来たお客さんとか見られる方に伝えてもらえたりとか、もう一回その改めて皆さんも感じてもらえるといいなと思ってます。作品自体は当然のように、これが春ですよね。夏とかだったらもう本当もじゃもじゃになってて、で今美術館の豊川さんとかが一生懸命剪定をしてくれてるんですけど、僕は意外にもじゃもじゃのめちゃくちゃのも好きで、なんかそういうその管理してくれる方は栗林さんの作品をその大事にしようというふうに思ってくれてるんですけど、作ってる側は意外になんかこうめちゃくちゃになっちゃっても面白いんじゃないかとか、そういうことを考えたりとかしてるんですけど、今はやっぱり10年以上経ってある程度植物も安定してなんか安心して見てられますけども、植物を美術館に入れるっていう、生物を入れるっていうのは水ぐらいまではありましたけど、植物ごと入れてるっていうのは多分この美術館が本当に全国でも初めてですし、こういう形でホワイトビューキューブに入れてるっていうのも世界的に珍しいんですけど、そういうその あまりその情報がない、一般的じゃないっていうところで始まってるんで、こういうことが可能になったのかなっていうことも今思えば思ってますね。僕はなんでこういうふうな屋根裏とか、作品によっては壁の裏とかにも作品を入れるんですけど、こういうものを入れ出したかっていうと、皆さん美術館っていうと本当にホワイトキューブでそこに何かあるみたいなのを当然と思って来られてるんですけど、僕は一番最初下の部分の机の上の椅子も床に置いといてくださいっていう話だったんです。僕のコンセプトとしては、美術館に来た人があれ何にもねえじゃんって思って、だけどなんか穴が開いてて、その穴を覗きたくなって周りの監視員さんの目を盗んで椅子を乗っけて登るみたいな、それぐらいそのやる好奇心を持たせたい作品だったんですね。っていうのは、実はそのいろんな世の中の物事の中で僕らが何もその無意識に考えないで見過ごしていることってすごくたくさんありまして、そういうその
好奇心もそうなんですけど、気づかないとこに気づかせるというか、その知らない人はそのままそれで済んでしまうんですけど、実はそういうこう壁の裏だったり床の下だったり、そういういろんなところに実は違う世界があったり知らないものがあったりするんだよみたいなことを、もう一回その、子供はすごくそういう想像力あるんですけども、大人の人にももう一回その美術作品だったりとか美術館を通してそういう経験をしてもらいたいなっていうことがあって、今回はその屋根裏に、植物全部奥入瀬渓流の方の植物を、きちんと許可を取ってきたんですけども、で初めはやっぱりそのなかなか根付かなかったりとか、本当の土と植物を入れてるんで、一時期ねカエルがいたっていう話があって、カエルの鳴き声がするんですよね。でそれもちゃんと野に返してもらったらしいんですけど、そういうその美術館では絶対ありえないことがここであったりとか、あとはその僕の作品はやっぱ生物で、皆さん10年とか持たないと思ってたんですけど、実はその10年20年持たすために FRP だったりとか鉄だったりとかっていうその人工的な素材を使ってくれっていうふうに言ってたんですけど、そっちの作品の方がメンテナンスが必要になって、実は自然の植物の方が全くメンテナンスいらずというか、ある程度、気にかけてあげてればいいみたいな不思議な状態ができちゃってるんですね。であとその虫が発生するとかって言ったんですけど、この中にいる虫はもう外出ちゃったら地獄みたいなもんなんで、もう出ようとしませんし、逆に美術館のその中の虫とかがこの中に逃げ込むみたいな、逆に言えば虫取りの、ね、場所になっちゃったりとかっていう、その不思議な状況が起こったりとかして、僕らが考えているようなこと以上のことがこの作品については、起こっているというか、すごい面白いものになっています。でまた当然ながら、当時僕なんかはもう本当になんで僕がそこにこの十和田の作品に選ばれたか分かんないぐらい、無名でしたし、経験不足なところもあったんですけども、でもこの作品がここにあり続けることによって、僕はそのいろんな仕事も来てますし、そうやってこういうふうな形で一歩一歩経験を詰めさせてもらってるという意味では、僕にとってはすごく大事な作品でもあり、またそのこの後いろいろ見せますけども、その作品ってやっぱり生き物っていうか、僕にとっては生み出した子供みたいなもんなんですけど、その作品が愛されてるかどうかっていうのはすごく大事 で特に十和田の作品は本当にいろんな方にその大事にさせていただいてて愛されてて、でそうすると僕もすごくこう十和田のことが好きになるというか、また帰ってきたいなっていうふうに思うっていうのは、やっぱりそういう皆さんから求められてるというか大事にされてる作品っていうのが、やっぱり一つにはすごくあるのかなっていうふうに思っています。で本当にいつもありがとうございますおかげさまですごくいい作品が、こういういい状態で残ってるって感じですね。で僕これ結構本当十和田の作品って結構前の作品なんで、その後、知ってる方は知ってるとは思うんですけど、いろんな作品をやっておりまして、十和田の後にやったのは、森美術館の、和紙ので作った林の作品ですね。これもその3人展だったんですけど、僕だけが無名というか、その当時吉岡徳仁さんと篠田太郎さんと、僕の3人展だったんですけど、他の2人はもう十分有名な方だったんですけど、僕とすると、ここで一発逆転花火を上げれば、もうこれは僕が有名になれるぞということで花火を上げて、成功した例ですねこれこれ失敗したらもうあれだったんですけど、結局僕らはやっぱり若い時っていうのは、怖いものなしですから、失いものもないですし、やるってやったんですけど、この作品はすごいですね。みんな本当どうやって作ったんだっていう話で、当時話題になりましたけど、そのどうやって作ったっていうより全部手すきの和紙で、この和紙の値段ですよね、これを提供してくれた異常な人がいて、それは四国の阿波神ファクトリーっていう阿波和紙の会館の理事長さんなんですけど、いろんなとこで調べたら結局和紙ってものすごく高いんで、これまず実現不可能だ
でインドネシアじゃなくてシンガポールの STPI っていうその紙を、扱ってるとこにまで行って話を聞いたら、そこにまあ日本人の方が、当時働いてたんですけど、その彼が実は徳島にその僕は行ったことないけどそういう和紙会館があって、そこの理事長さんがアートの活動にすごく理解があるからぜひ栗林さん行ってみたらいいよっていうことで、あじゃあ行ってみようってことで行ったんですね。でその時が面白いのは電話してたら、まあそうですか、ぜひいらしてくださいみたいな。で何をされるんですかって言うから、いやちょっと和紙で木を作りたいんですって言って、で行ったらその当日伺ったらもう理事長さんが和紙で木を作り出してるんですよね、このでっかい。いやいやそういうことじゃなくてって言って、いやどういうことですかみたいになって、実はカクカクシカジカ でこれもまあすごいのは、まあ予算っていうのがもちろんあったんですけど、最後予算を取らずまま終わったんですね。で最後見積もり、普通だと和紙これだともう、まあ、700万ぐらい普通にいっちゃうんですけど、もうその予算僕持ってないし、で職人さんも 2,30 人使ってて、で当時その最後に、すいませんそれで理事長って言って、お代の方はって言ったら、うーんって言って、何日間かかって職人さんが何人ぐらいかかって、和紙の量はこれぐらいでって言って、じゃあ栗林さん50万円でって言われて、50万円でやってくれたんです。だから僕はそういうまあ人との出会いっていうか、その恵まれた環境でここまで来てるので、自分だけでできたっていうことは本当なくて、でそういう皆さんのおかげで僕の作品っていうのはできてるっていうのは、まあつくづく感謝しかないですよね。これはまあ当時、まあ、お手伝いもしてもらった方もいらっしゃるんですけど、日本初個展ということで十和田の、展覧会をやるときに、無謀にも新作を7点ぐらい出すという恐ろしいことをやったんですけど、その時 の作品の一つで、土で作った、世界地図ですよね。でこれ見られた方もいると思うんですけど、これ時間が来て霧がバーって入ってきると、ある一定の時に世界地図が現れるっていう、まあ、これ写真家の方はものすごく苦労したと思うんですけど、一瞬しか出ないんですよ。で例えばアフリカ大陸が見えた時にはアメリカの南アメリカが消えてたりとか、日本列島が見える時には、例えばオーストラリアが消えてたりとか、まあ、これはもう境界というか、まあ、ボーダーを意識した作品なんですけど、それぐらい曖昧なものだっていうことを伝えたくて、僕らがその境界だとか世界地図だって言ってるものは、まあ、所詮それぐらいの、線なだけで曖昧なものだよっていうことを、伝えたくて、やった作品です。でこちらは熊本の現代美術館とか武蔵野美術大学の、図書館とかでもやった作品なんですけど、要するにじゃあ自分の住む場所ってどっかなと思った時に、僕のテリトリーは水中5メートルぐらいまでかなっていう感じがしたんですよ。でその僕としたら自分が素潜りで潜れる場所までに、5メートル潜って、でその5メートル4メートル3メートル2メートル1メートルっていう写真をそれぞれ撮って、その撮った写真でできた水のカーテンなんですけど、場所は当時その自分の実家長崎、東京湾、あと福島と、もう一か所どこかだったかな、あそれで熊本の海かの場所に自分で潜って、素潜りで、でそれぞれのだからこう色が濃かったり薄かったりするのは場所によってちょっと光の加減だったり、水のその東京湾だったらやっぱ結構黒かったりとかっていうので違うんですけども、それぞれのその層で撮った、写真で水のカーテンを作り、で人がこう歩くと自分たちの風っていうか連れてきた空気みたいなのでカーテンがうわーって動くっていう作品で、まあ、すごく綺麗な作品ですね。僕もすごい好きな作品なんですけど、これは同じように地上面というか、地面をに積もってる葉っぱの下っていうのをすごくイメージした時代があって、でそれはインドネシアの葉っぱで地面を作って、やった作品ですね。どん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 枯れていくっていう、で最後は落ち葉になっていくみたいな感じです。これは
チャラアトミックスの千葉でやった作品で、校長室をマイナス30度まで凍らせるっていう作品なんですけど、実はその当時僕の予算が300万ぐらいしかなくて、でそれで一生懸命アイデアを練ったんですけど、校長室を凍らせたいと、何言ってんのみたいな感じだったんですけど当時 PM2.5 だったりとか放射線の問題があって、目に見えないものっていうものに対して、じゃあその空気を凍らせてしまえば、視覚化させれば、意識できるんじゃないかっていうことで、そのところの空気を凍らせるっていうことをしたんですね。でまたあの小学校が、まあ、展示空間だったっていうのもあって、象徴的な、まあ、校長室を凍らして、まあ、そこの凍った校長室に、まあ、入ってもらうみたいな。でこれ体験型なんですけど、やっぱり 2,3 分もしたらもう寒くてもういられなくてみんな出ちゃうんですけど、結構その面白かったのは、その300万しかない予算の中でこの氷の機械が285万かなんかだったんですねそれで残り、すいません栗林さん15万でできますかって言われて、いやちょっとそれはさすがに無理ですって言って、多分50万ぐらい上乗せしてもらって、それで頑張って作った作品だったと思うんですけど、大変だったのは当然ながら、全部一回ガランドにして、あるものをカーペットから全部一回外に出して、床下から天井裏、壁横まで全部あの断熱材を入れ直して、でもう一回壁床を閉じて、でカーペットやって、で窓も二重ガラスにしてかな、30までしてはいなかったと思うな。でそれを全部戻して、スプリンカークラーからポトポト水を垂らして、つららを作るみたいな感じにした作品です。これもすごく評判良かったですね。これまたあの教会の作品なんですけど、人工池に、水草ですかね、水草が5種類ぐらいの水草が生えてて、それを全部集めて、その水草で世界地図を作ったんですよね。こうやってで横幅30メートルぐらいあるんですけど、でこの世界地図を、その湖にあった、まあ、人工的な湖に育ち出した人工の水草で作って、それが期間中にどん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 大きくなってって、最後大きな一つの大陸になるっていう作品ですね。でこれも全くさっきと同じように、その境界ってものの曖昧さだったりとか、いろんな意味を含めて作った作品だったりします。でこれですね、これはあのシンガポール の、あのアートミュージアムでやったんですけど、これはあのシンガポールって人工的な街なんで、植物がほとんど自然のものがなくて、全部公園も全部手で作ったものなんですけど、でも手で作る公園って毎日毎日壊されて、ビルが建って違うところに公園を移してって言って、もうすごいことになってるんですよ。でこの時の展覧会の時に、ある公園が潰されるっていうこと で、その潰される公園から一本木を僕が選んで、でその木を、自分で切断してガラスボックスに一個ずつ入れて、でそこの1個ずつ入れたガラスボックスの中の植物に種とか植物を植えて1個の生態系を作り、その生態系でまたもう一歩今までその前の木の形に戻すみたいな、要するにその木の記憶だったりとか、まあ、それがまあ寝床になって新しい世界を作っていくみたいな、そういうその意識をした作品ですね。こうやって見るとなかなか頑張ってるなみたいな感じもするんですけど、これがまた大変な、作品でした。ここら辺からあのやっぱり、福島の、まあ、原発問題のテーマっていうのが結構色濃く出てきてまして、この作品はあのボルトレックスって言って、まあまあ、渦巻きとか竜巻とかみたいな意味合いがあるんですけど、まあ、当時やっぱり福島に毎年通ってって、まあ、いろんな思いがあったりとか、入っちゃいけないとこまで気がついたら入ってて、双葉警察署に捕まってそのまま一泊させられたりとかいろいろしたんですけど、その当時の作品ですね。でこれはあの形が、実は福島の第一原発の原子炉の形になります。あの GE のマーク1型っていう原子炉の形なんですけど、で実はこれあの一個一個見ると分かるんですけど、ガラスですね、ガラスで文字を、
まあ、言い方を始めからすと、僕が自分で手でアルファベットを A から Z まで書いて、そのアルファベットを、まあ、パソコン入力し、その自分の文字で、をガラスの板ガラスに、水のカッターで水をガラスの ABC を作っていくんですよ。でその ABC 作ったやつをもう一回炉に入れて溶かして透明にさせて作るんですけど、実はそのアルファベットで、手紙を書いてます。でこれがアインシュタインの手紙って言ったらすごい有名な手紙があるんですけど、まあ、当時アインシュタインがルーズベルトに、そのヒトラーが作る前に、ルーズベルトにまず原爆を作んないかっていうようなのを提案したっていう手紙がありまして、でこれは本物か嘘かっていうのはいろんな賛否両論あるんですけど、まあ実際そのルーズベルトに宛てたアインシュタインの手紙っていうのがありまして、でそれが原子力の爆弾も含め、始まりだと言われている、まあ、有名な手紙ですね。でその手紙の一文でこの原子炉の形が出来上がってて、さらに、真ん中の光がつくと、文字が逆転になってて影でその文字が見えるっていう風になってるんですよね。だからすごくこう二重三重の意味でいろんな意味合いがあるんですけど、何が大変かっていうと、例えばそのアインシュタインの手紙を全部、その手紙の内容に A が 何個あって I が何個あってって、まず全部調べた上にそれを、ワイヤーに、まあ、縦に横にこういうふうに文字を書くんですけど、縦につなげていかなきゃいけないので、これをもうそのなんていうんですかね、立体にするのはほぼ不可能みたいなことを奇跡的にやり遂げた作品みたいな感じなんです。これもそのもう二度とやりたくない作品ですよね。はい、これはその和紙で、ひまわりを作った作品だったりとか、これは北アルプスで、黒部ダムっていう、まあ、有名なダムがあるんですけど、でそのダムの40分の1のモデルを、まあ、土で作ったんですけど、この当時ぐらいからですね、僕はちょっとその温泉だったり足湯だったりサウナみたいなのをやりたくて、体験させるのに、それでまあこれも、そのダムの向こう側にダム湖が当然あるんですけど、そのダム湖を温泉にしてダム湖に入ってもらいたいみたいな、なんかちょっとアホっぽい感じでね、この観客がダム湖に、黒部ダム湖に浸かってるみたいな感じの作品したかったんですけど、それは通らず結局足湯になってしまったんですけど、まあ実際の黒部ダムに何面も通って、このいわゆる立山連峰とかそういうものをすごく勉強して手で作ったんですけど、これは半築っていう日本の土の壁を作る、まあ、工法があるんですけど、それをやりまして、で型を作って、でそこに、まあ、バンバン地元の、長野の土を層に変え固めていくんですけど、この建物が120年ぐらい経ってる呉服問屋だったんですけど、それを解体してこうスケルトンにしていく中で、土壁がいっぱい出てきたんですね。でその土壁をやっぱどうしても使いたかったんで、その土壁をこの、半築の層の中に、入れてます。でこの結構面白いんですけど、日本の造園業界っていうのもすごく狭くてですね、この作品を手伝ってくれた梅田君っていう、まあ、僕の作品を毎回手伝ってくれたりとか、先ほどの黒土の時も、まあ、手伝ってくれた方がいるんですけど、彼はその造園業界の裏業界ですごい有名で、で彼が手伝うってことでいろんな人がその見たいっていうことで手伝いに若い造園屋が来て、でその若い造園屋と一緒に作り上げたっていうのが、まあいい思い出だったなっていう感じがしますね。ちょっとこれもまあ同じように、インドネシアでやった、まあ、原子炉のあれなんですけど、インドネシアって 80% ぐらいがイスラム教徒で、でいろんなとこにモスクがあるんですけども、その見えないものっていう中に宗教が僕の中にありまして、で放射線も見えないもの、宗教も見えないもの、その信じる信じないとかいろんな部分で重なるところがありまして、じゃあそのモスクを作る職人さんに、そのモスクの材料で
原子炉作ってもらおうということで作った作品ですね。非常に危険な作品なんですけど、その当時、まあ、現場がインドネシアのモスクなわけですが、イスラムがいっぱいいるところだったので、だけど意外に受け入れてもらえて、まあ、今の日本の状況と目に見えるもの見えないものって信じる信じないみたいなところをテーマにしてやった作品ですね。これ結構でかいです、思った以上に。でここら辺になってくるとまた、全然、まあ、様子が変わってくるんですけど、もともと万華鏡というか、その空が広がるような作品を作りたくて、でこれ福島の空と、東京の空と、これも長崎の空だったんですかね、を水中から空を撮ってる写真が一番上についてて、でガラスでできた、まあ、一応木のようなものなんですけど、の中に入って、まあ、天井を見ると、それが広がると。でマジックミラーっていうんですかね、外から見たら、ガラスのように透明に見えて、中に行くと鏡になってるんで、中に入ってる人はその万華鏡の状態で見えて、外側からはその中に入ってる人が見えるっていうような作品ですね。これも僕はすごい好きな作品なんです。これはパリのフランスパリのパレド東京っていうところでやった展覧会です。まあ、ここら辺になってくると、まあ、結構もう近いような作品なんですけど、これもガラスで、マテーラっていうところで、ガラスでできたそのマテーラに生えてる針葉樹っていうか、その街を飾ってる木を作ったんですけど、で当時その、イタリアの若い詩人の方に詩を書いてもらい、その詩を、またガラスで作って、そのガラスで、まあ、逆転して読めるような作品ですね。これはちょっとシャンデリアの作品の中で、同じような傾向との作品です。でこれが、前回の瀬戸内芸術祭で伊吹島っていうところで、作った作品なんですけども、これは実は場所が、デベアって言って、この島の、まあ、ここはものすごくイリコで有名なところなんですけど、この島で生まれた人っていうのはほとんどその出産をこのデベアで行われてて、でも昭和のもう本当半ばぐらいまで実際使われてた、まあ、いわゆるこう女性たちが一緒に、手を貸しながら、お産から、始め育てるところまでを一緒に生活するって、まあ、結構離島というか島にはよくある場所だったらしいんですけど、まあ、近年まであったそのデベアっていう場所に、いわゆるその、まあ、女性の象徴だったりとかするような世界観で、作品を作り、まあ、この作品の中に一回覗くともう一回こう生まれ変われるみたいな、そういうようなイメージで作品を作ったんですね。でこれは結構大変だったのは、離島だったっていうのもありますし、実際これ崖の上にあって、全部材料を崖に引っ張り上げなくてはいけないとか、本当に商店がなくて、食べ物も全部その島に持っていかなきゃいけないとか、いろいろ大変だったんですけど、まあ、これも、常設で今にまだあるので、まあ、機会があったらちょっと見ていただければなっていう作品ですね。伊吹の木っていう伊吹島にある、作品になります。バババババッとこう言っちゃいましたけど、まあこういう感じで僕作品を、いろんな作品を今続けてきたんですけど、実は、ここ最近の作品っていうのは、ちょっと毛色というか、これちょっと雪、いきなり雪のとこから来ちゃいましたけど、これ実は、富山県にある、仁座山発電所美術館っていうところで、もっと水力発電所だったところを、まあ貴重な建物だっていうことで、ですごいのは町立なんですね、ここ。で町の予算で作ってるんで、予算はちっちゃいんですけども、実は海外ドイツとかは町立の美術館結構あって、いい展覧会をやってるんですけども、ここの美術館も調律ですごく、まあ、挑戦的な作品を作っているんですが、まあ、展覧会してるんですけど、
町の人たちからものすごくお荷物になっちゃってるっていう、まあ、その残念な、まあ、非常に日本的なんですけども、そのこんなわけわかんない作品作んないで絵でも飾ってくれみたいなことをすごい言われてるっていうふうに嘆いてましたけども、まあ、当然ながら僕も変なものを今回作りまして、これはちょうど去年の11月ですから、ちょっと前ぐらい、1年前ぐらいですね、水力発電所美術館だったんで、ここに僕また同じように、福島の原子力の形をした、作品を作りました。これはちょうど僕は、2011年の3月11日から10年っていう一つの区切りがあったんで、僕も10年間福島通い続けて、やっぱ自分の中でその10年っていうことで一つ区切りをつけたかったっていうのがあったんですね。でその区切りってまあどういうふうになったかっていうと、実はその僕が10年間通っている中で、その福島の問題というよりは、その原発に関わったりとか福島に、まあいろんな意味で、生活をしている人たちから、実は僕は行くたびに毎回その元気をもらうんですよね。まあ十和田もそうですけど、その地元の人たちに、お兄ちゃん頑張れみたいな感じで、すごくこう励みになるというか元気をもらってて、でこれちょっとやっぱりその原発を反対するとかそういうことじゃないなっていう、その何かしら新しいポジティブな方向性に変えなきゃいけないなっていうのがすごくありまして、でその10年目に何かをしたいなと思ってたんですよ。でその時にこの、仁座山の発電所美術館ってところから、栗林さん25周年 の、 企画展でその予算が、取れますので、ぜひやってもらえないかと。でその担当の方が9年間ぐらい、僕を追っててくれたらしくて、で25周年の予算がついた時にもう絶対栗林隆にやってもらいたいっていうふうに思ってくれてまして、で僕はちょうどそのコロナが始まった時期だったので、なかなかそれが実現するかどうかっていうのは分かんなかったんですけど、その方がものすごく、まあ一回断ってるんですね。だけどその方がすごくどうしても栗林さんじゃないとっていう話だったんで、じゃあ僕がやりたいことやっていいですかって言って、もうぜひもう栗林さんやりたいことやってくださいって言うから、じゃあサウナやらせてくださいって言ったんですよ。たら向こうの人が、サウナですかみたいになっちゃって、みたいな感じだったんですけど、そのこれ実は、スチームサウナなんですよ、この中が。で当然ながら美術館で、まあ、水はギリギリ使える、まあ、十和田で、まあ、植物も使ったことある。だけど火を使うとか、観覧する人が半分裸みたいな感じで入るとか、そのもう全部タブーなんですよ。でもそれをこれ全部やったんですよね。でそういう作品なんですけど、これも同じようにその常識っていうものを、どうしても覆したかったのと、あとはそのいわゆるその原発の問題っていうのをすごいポジティブなものに変えたいっていうのが僕の中にありまして、でそれでじゃあなんでそのこのスチームサウナが、ポジティブなものかっていうとですね、これ実は薬草のスチームサウナで、中に入ると、まあ、この写真だとだいぶ人の形が見えるのは、もうちょっとスチームを全部湯気を出して写真を撮ったんでこんな感じなんですけど、中に入ると真っ白で何も見えないんですけど、これ全部外のこの釜で、この真ん中にある釜の中に水と、日本のありとあらゆる薬草ですね、例えば日本って実は薬草天国で、こうやってこれは真ん中にある葉っぱっていうのはイチジクの葉っぱと、あとビアの葉っぱと、あと笹ですね、あと、まあ、外来種なんですけどセイダカワダシソウっていうのがブタクサってやつですかね、があるんですけど、実はものすごく、薬草としては、効能があって、まあ、中がこういう、ハニカムの六角形の構造になってまして、で真ん中から上を覗くと、まあ、同じように万華鏡みたいなようになってて、福島の、空がもちろんこうやって広がってるんですけど、下は、
水がめがあって、ここがあの水風呂になってるんですね。でこれどういう形になってるかっていうと、実際その原子炉の中も真ん中にあの、冷却水があって、でいわゆる制御棒っていう棒がメルトダウンすると、この水の中に、冷却水の中に冷やされて、安全を確保するみたいな。でこの作品は、まあ、人間がそのチームで熱くなると、まあ、いわゆるメルトダウンすると自分で水風呂に入って、まあ、制御棒の気持ちが分かるみたいな作品なんですけど、いわゆるそのこう実際自分自身が原発を体験して、しかも、スチームサウナに入って健康になって出てきてしまうっていう、その強制的にあの健康にさせる装置を作ったんですね。だから一番最初の人は、おお原子炉かみたいな感じで、ものすごくネガティブなイメージでこの建物の中に入っていくんですけど、最後はみんなハッピーになって出てきちゃうっていう、その全く違うイメージのものにさせたっていうのがこの作品 でしかも、僕はそのこの作品が、まあ、元気炉っていう名前をつけたんですけど、なぜかっていうと、そのみんな元気になって出てきちゃうんですよね、本当に。でこれっていうのもみんなのその元気で発電してるシステムじゃないかっていうことで、ってことは元気力発電じゃんみたいな、でってことはこれは元気炉だなっていうことで、まあ、元気炉っていう名前がついたんですけど、で僕としてはまあ福島に55基ある、あ福島っていうか日本中に55基ある原子炉から、元気炉へっていう、原子炉からこれ元気炉へっていうコンセプトで、その元気炉も55基、まあ、作ろうということで、これがあの初号機だったんですけど、おとといまで実はその2号機のところにいたんですけど、その2号機の方が栃木県の大谷っていう、その大谷市で有名なところなんですけど、そこにこの前作りまして、これその採石場跡地なんですけど、そこに巨木を作ったんですよね。で入り口がですね、こうやってあの全部これ当時手掘りで鶴橋だけでこう掘っていってるんですけど、その入り口のところがですね、こういうふうに一回ちょっとこう中庭みたいな感じになって、その奥にさらに50メートルぐらい地下に入っていくところがあるんですけど、その入り口のところに、今回のプロジェクトで、まあ、元気炉を作るっていうことになりまして、でこの、まあ、巨木を作って、その中に、実は球体の、まあ、16面体なんですけど、実は、こういうものが入ってて、真っ白でこうスチームでこう見えてくるんですけど、中に入った人が、夜とか、まあ、ライトアップされるとこういう感じで見れるみたいな感じですねだけど中に入ってる人はものスチームで何も見えないんで、ましてやその薬草スチームサウンドでみんなハッピーになってるから、もう何も気にしないんですけど、まあ、こういうその、元気炉の2号機を今回作りました。これが一番最新の作品ですね。こうやって中、釜の中に薬草が入ってて、でこれを煮立てて、その煮立てた、蒸気がこのパイプを通って中に入って、このスチームサウナ、まあ、一応これはあのスチームサウナって言ってしまうと、まあ、法規的というか法律的にアウトなんで、あくまでもアート作品のアート体験っていうふうには言ってるんですけど、ですからお金もあのいわゆる鑑賞料というかアート体験料として、もらってるんですけど、こういう作品をつい最近まで、大江の方で作ってました。まあ、バーッと長く今長く見せて説明してきたんですけど、まあ、最近はあれですよね、まあ、体験作品の中でもなぜそのこう、まあ、薬草のスチームサウナっていうところまで行き着いたかっていうのは、もともと薬草スチームサウナは25年前ぐらいに僕がドイツ時代に、タイに行くことがすごくありまして、でそれはそのダイビングを前その学生の頃っていうのはお金が稼げないんで、ダイビングのインストラクターをやって
当時ドイツのドイツ人とかを、エジプトのレッドシーって言って紅海ってとこなんですけど、そこに連れてって、講習をやったりとかガイドをしてお金を儲けてた時があるんですね。で実際僕は今サーフィンもやったりとか水にすごくゆかりがあるんですけど、その当時そのダイビングしてる時も、もう本当に水面っていうものが、まあ、水中にずっと入ってる時間が多い時に、水面がその陸に戻る時に空面になって空中に入るって感覚があった時代とか、だからそういうその経験が今の作品とか、まあ、このザンプランドにも生きてきてると思うんですけど、その、まあ、当時タイにも、寒い時はタイに、冬はもう寒いんで、でその暑い時はエジプトに行ったりとかしてたんですけど、でそのタイのスチームサウナっていうのがやっぱこの、システムと同じで、当時これをどうにか作品にしたいっていうふうに思ってたんですけど、もう全然その作品につながるというか作品として実現する可能性も何もなかったんですけど、ようやく最近まあ、年齢というか、世の中にも栗林隆っていうアーティストの存在を知られるようになって、ちょっとわがままが効くようになってきたというか、自分のやりたいことを、まあ、通せるようになったっていう。でその先ほどの富山の美術館もそうなんですけど、一度やってしまうと人間って意外にできちゃうっていうのが分かってしまい、この十和田のそのザンプラムもそうですけど、今皆さん普通に見てる植物っていうのも本当だったらもうアウトなわけですよね。でもそういうその一回人間経験して、あできちゃうんだなと思うと意外にできるっていうのが分かってしまい、でこのスチームサウナの作品も、まあこれ2作目なんですけど、もう全然今度は宇都宮市の市の行政と絡んでやって、でそれはやっぱなぜかっていうと、一回美術館でやったっていう実績があることによって、あアート作品だなっていうことで、まあアートホーダー言われなくなるというかですね。でそれでこれはスチームサウナやったんですけど、そのなんでそのスチームサウナとかこういうものが作品の中に入ってきたかと言いますと、その僕福島先ほど何回も通ってたって言ったんですけど、当時その311事故が起きて津波があり、まあ、福島の原発事故もありと思った時に、皆さんミュージシャンの方だったりとかそういう人たちは、みんなをこう助けるために元気出すために、歌を歌いに行ったりコンサートしたりとかいろんなことをされてたんですけど、僕らそのものづくりをするアーティストって無力だったんですよね。で僕なんか特にその何もできなくて、で炊き出しっていうか、みんなとご飯作りに行ったりとか、あとボランティアで、清掃行ったりとかはしましたけど、それはできるんだけど、じゃあアーティストとして何ができるんだっていうのがすごくなくて、で当時そのやっぱりアーティストの無力感みたいなのがすごくあった時代があったんですね。でやっぱり作品を見て何かしらこう価値観変わったり人生変わったりっていうことは、実際あるんですけども、 でもやっぱり美術館に行かなきゃいけないとか、アートに興味がある人じゃないと、そういう可能性がないっていう、その中で先ほども言いましたように、強制的に元気になったりハッピーになる作品を作っちゃうっていうのは、これはもう最強だなと僕は思ってまして、でそれがこの薬草のスチームサウナで、普通のサウナとは全く違うんですよ。これ経験された方は、これは栗林くんとか栗林さん、これサウナじゃないよっていう言葉がないっていうもので、で、まあ、最近、まあ、本当これも偶然なんですけど、サウナブームっていうのがあって、で有名なサウナーっていう、そのサウナ師匠とか整え親方みたいな形がいるんですけど、もう案の定そのアンテナ張ってますから、その人たちが入りに来てですね、でいや栗林さんこれスチームサウナ日本一ですって言って、いやこれサウナじゃないんだけどみたいなそういうやり取りがあるような、これはもうなんていうんですかね、とにかく作品というのも大事なんですけど、それ以上に体験した人が元気になる。例えば、知り合いがアスリート のマラソンランナーの女性がいて、ちょうど日光で行われた国際大会57キロっていうその、まあ、フルマラソン以上の大会に出て優勝彼女はしまして、でその帰りに寄ってくれたんですけど、もうボロボロで、もう足も引きずってるしちゃんと歩けないんですよ。
だけど近くだから寄ったよって言って寄ってくれたんですけど、それ1時間この元気路に入ったらスタスタスタって普通に元気になって出てきちゃって治ったとかで、本当それぐらいもともと本来日本の持ってるポテンシャルっていうんですかね、その江戸時代とかには、蒸し風呂と言われたんですけど、下に藁と一緒に薬草を引いてで蒸されて治すってことがすごいあったんですけど、同じようなその効能というか効果ですね、それがすごく薬草にはありで、雑草と言われているものにほど実はものすごい、そういう効果があったりとか、そういうのっていうのはやっぱもう当然ながら、日本の医療業界とかそういうところとの関係で全部潰されてきているものでもあるんですね、東洋的なものっていうのは。だから、僕らが、これをサウナと申請したらそういう人たちから潰されますし、保健所が来てダメだってなるところが、アートというすごいグレーな部分に、持ち込むことによって、みんなを、強制的に元気することができるっていう、その新しいその可能性と、言ってしまえばものすごくグレーなものなんですけどもを編み出しまして、でこれをコンセプト的には、じゃあ55期作るみたいなことで、実際僕の年齢からしたら55期なんか作れるわけないんですけど、でもそういうコンセプトを上げて、一期一期作って地元の人に手渡していって、みんなが元気になっていけばいいなみたいな感じのプロジェクトを立ち上げたわけです。でこれが一番最近までの大きな作品なんですけど、最後に、実はそのもっとバカなことを考えてまして、それがこの、タンカープロジェクトっていう、この前横浜の方の、バンクアートでやった、プロローグ展っていうんですけど、僕は昔からずっとタンカーが欲しくて、でタンカーを島にしたいっていうそのアイデアがずっとあったんですね。でこれはずっと言い続けたんですけど、結局そのみんなやっぱりバカじゃないのみたいな感じで取り入ってくれなかったんですけど、これも最近ようやくみんなが真剣に考えるようになってくれて、っていうのは何回もずっと考えてるんですけど、例えば福島の原発事故の時もそうですけど、逃げれないんだったら島作っちゃえばいいじゃんみたいなのとか、いろんな問題ですよね、法律的な不動産の問題とかだったら、タンカー自体を島にしちゃえば自由じゃんとか、いろんな考えがあったりとか、例えばこのタンカーが島なんだけど、このタンカーの下の部分が美術館になってて、でそこの作品がその要するに美術館に行くんじゃなくて美術館が動いて出向いてくれるってなったらとても素敵じゃないかとか、だから別に下がコンサートホールになったりとかしてコンサートをやってたら、じゃあ上の森を歩いてたら下からそのオーケストラが聞こえてくるとか、例えばその水族館になってて上の池の下がずっと深くなってて、下のタンカーの中に入ったらそれがもう透明の水族館みたいになってて上の空が見えたりとか、やっぱりその僕らってできるできないとかっていうのはどうでもいいんですよ。でまずそのアイデアを出す、でそれを実行に移す、だからこのみんながバカじゃないのやめればいいじゃんっていう常識っていうのを僕らは無視してやっていかないと、じゃないと例えばそのいろんな人たちに大きな夢だったりとかそういう可能性を示せないっていう部分がありまして、だからその僕の敵っていうのは常識を振り上げたりとか正論を言ってくる人なんですよね。で最近はいなくなりましたけど、僕展覧会やって自分の作品を出そうとすると必ずその無理だって言ってちゃちゃを入れてくる人がいまして、でその人たちを無視して作って出来上がったら何も言われないっていうか、それを繰り返してきたことで僕はここまで来てるんで、だからそのこのタンカープロジェクトもようやく実現に向けてるというか、今タンカーちょうだいって言ってるんですけど、くれそうな人がちょろちょろって現れ出してるという不思議な状況なんですよね。その中で最後に触れておきたいのは、来年ちょうどドイツで、ドクメンタっていう有名な展覧会が行われるんですけど、
5年に一度行われる、まあ、芸術のオリンピックとは言われてますが、今回僕がね、シネマキャラバンという逗子の仲間たちと、まあ、栗林隆ということでドキュメンターに招待を受けたんですけど、これ実はすごく、面白くて、一番最初に僕が話を受けた時には「タカ」っつって「今回は、アートは作らないから」って。でコンセプトがノーアートメイクフレンズだっていうわけですよ。だから、アートは作んないで友達作りに来てくれって言われたんですよね。で僕はなんて素敵な言葉なんだと思って、というのはまあ、皆さんアートにすごく興味あるかもしれないんですけど、まあ、どうしても僕もそうですね、30年以上この世界に関わって見てきたら、その僕が持ってるような世界ではだいぶなくなってしまい、アート自体がすごいマーケットというか、作品を売ってとかお金になるなってる人は有名だとか、なんかすごくこう確立化されちゃってる世界になってまして、こういうその僕みたいなバカのことをやる人が本当少なくなっちゃったんですよね。まあ、寂しいというかですね、っていうのはまあ、時代っていうのもありますけど、まあ大学で僕が教えてても学生たちから聞かれるのは、先生どうやって生きてるんですかって言われて、でそれを聞かれると、あれ俺どうやって生きてるんだろうみたいな、ちょっと不安になっちゃったりとか、そのやっぱり興味がそういうとこに行っちゃってる。その僕としては、お金を稼ぐ手段だったりとか、仕事としてアーティストを選ぶんだったら、まあ、選んじゃいけないとは言わないですけど、やめた方がいいんじゃないかなと本当思うことってあるんですよ。でも実際それもそういう生活をしたりとかして作品を売って有名になってっていう方もいますから、その人たちを否定するということじゃなくて、僕はやっぱりその大きな可能性をやっぱり持ってもらいたくて、っていうのは自分で限界作ってしまったら限界は破れないわけじゃないですか。だからできないと思ったら絶対できないんですよ。でも人間できると思えばできちゃったりとかするっていうことが多くて、ただその情報が多い今の社会の中で若い人たちは自分で限界を作っちゃってるんですよね。だからそういうのをもっともっと壊していかなきゃいけなくて、でまあその、まあ、一つにこういうのもあるんですけども、ただそのアートっていうのが、じゃあ学生がそういうふうになぜなるかっていうと、やっぱりいいギャラリーに入って、でいいコレクターについて売れて安定するアーティストになりたいっていうのがほとんどになってしまって、それは僕は悪いことじゃないですね。僕も安定したいですし、でもそういうことではない世界というかアートもあり、その僕なんかアーティストっていうのは生き方と僕はずっと思って生きてきてるんで、どう生きていくかっていう形だと僕は思ってるんですよね。だそういった部分の中で、今回のドキュメンタっていうのは、まあ、前回のドキュメンタ14っていうのが非常にその、まあ、政治的かつその経済的にそのお金をものすごく使ってものすごい問題になった、展覧会だったところで、今回のドキュメンタっていうのは、まあ、史上初アーティストがディレクションをやり、しかも、グループで、そしてアジア人っていう、これ全部3つとも初めてなんですね。今までは、アジア人以外で、アーティストじゃなくてディレクターというかキュレーションする人たち、それで一人で全てを決めるっていうのがドキュメンターだったんですけども、今回そのアーティストでグループでアジア人っていう、もう前回と全く違う、そして彼らが挙げているのがノーアートメイクフレンズ、これでタカ友達作りに来てくれと、僕はなんて素敵な話なんだろうと思ったわけですね。っていうのはやっぱり生き方ですから、その今すごい混沌としてますけど、ドキュメンタのミーティングっていうのは、でもその彼らが言ってるのは、ドキュメンタっていう100日間だけを大事にするんじゃなくて、そのビヨンドドキュメンタ、アフタードキュメンタって言ってるんですけど、ドキュメンタ後にどうつながっていくか、だから僕らはロードトゥドキュメンタって言ってますけど、そのアフタードキュメンタ、ビヨンドドキュメンタっていうのをすごく大事にしてて、その100日間のドキュメンタを通して知り合ったりとかできた仲間たちをその後にどうやってつなげていくかっていうことを今みんなで話し合いをしてるって。だからいわゆる一般的なアートっていうのは何なんだっていうところに本当にぶつかるんですけど、でも冷静に考えると、そのアートを守ってる人たちっていうのは
その今までの価値観だったり今までの文脈だったり西洋の、アートというのはこういうものだっていうことを評論したりとか一生懸命守っている人たちが自分たちの足場を守るために必死なんですけど、もう世の中の状況っていうのは変わってまして、資本主義だって当然ある程度の終焉を迎えてて、じゃあ次どういうシステムになっていくのかっていうことを語られてる時に、じゃあアートというとんがった世界にいる人たちがそこを語らないでどうするんだっていうところまで来てるんですね。でそれがそのいわゆる大きな三角形ピラミッド社会から小さな丸へっていうことをそのルアン・ルパー挙げてまして、今まではトップがいてリーダーがいて引っ張ってって下から搾取するシステムだったんですけど、もうそれには限界が来ると、まあ、限界が来てると言いながら未だにそのシステムでずっとやってきてるんですけど、そうじゃなくて小さい丸、循環する丸をいっぱい作っていこうっていうのが、まあ、彼らの考えだったりとか僕らアーティストらの考えで、でも実は日本っていうのはそういうちっちゃい丸がいっぱい集まってる集合体だったわけですよね。でそれをその、まあ、法律だったりとか、まあ、明治維新というその西洋化によって、まあ、三角形のヨーロッパ的な西洋的な社会だったりシステムっていうのが作られたわけで、本来はそれぞれがオリジナル自分の力を人に提供して循環させるっていう社会があったわけですけども、今やっぱりそこを目指そうとしてるっていうのが、まあアートのいわゆるドクメンタというトップの場所でそれを行おうとしてる人たちがいて、でそれに対してやっぱ今まで三角形でねお金儲けしたりとかやってきた人の戦いみたいのがあったりとか、すごい面白い世界なんですけど、まあその小さい丸を作る手助けをしてくれないかっていうことで、じゃあまあ俺らでできるんだったら、まあ、一緒にそういう小さい丸を作っていこうっていうことで、今回は、そういうドキュメンタリーになるっていう、で実際何を作るのか全くまだ分かんないし、もういろいろ面白いことが起こってそれを話し出したらまた1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、まあ、そういうドキュメンタリーが来年の6月18日から始まりまして、9月24日までの100日間、で僕は基本的に100日間向こうにいようと思ってますので、向こうで、まあ、来ていただける方は来ていただいて一緒に何かやりたいですし、僕は同時にその、十和田の美術館だったりとか皆さんとかともつながって何かできればなというふうに思っているんですね。っていうのはやっぱり屋台もやってくれって言われてますし、このタンカープロジェクトもやってほしいとかいろんなことを言われてまして、でそれをドキュメンタっていうところだけじゃなくて日本だったりインドネシアだったりいろんなところとつないでいろんな広がりを見せていこうじゃないかっていうことを言われてます。でちょうど来年からまた、十和田にも足を運べるっていうお話ですし、まあ、ドキュメンタっていう機会もねあって、この縁があるその十和田の人たちとも何かできればなっていうことも考えたりとかしてまして、もしまあ、皆さんのお力を貸していただけるなら、まあ、Go to というかロードトゥードキュメンタに参加していただいて、でアフタードキュメンタですよね、でドキュメンタの後にじゃあ十和田で何ができるのかとか、そういうその楽しいことを考えていければなと思っている次第でございます。とうまくまとまったんじゃないでしょうかということで、すごいだーというふうに話をしちゃいましたけど、はい、今僕はそういう感じでやっております。はい、小林さんありがとうございました。そうなんです、今お話聞いていた小林さんのサンプラーの作品がこのニュージャン品質の作品につながっていたり、でそこからまた伊吹島の作品や元気の活動つながりとともに、あと小林さんの今までの活動がこう最初は東京を拠点としていくのはドイツに行かれて、でインドネシアに行かれて気づいたらドクメンタという形のつながりともリンクしていて、すごく面白い。そうなんですよ、まあ、最後にあれなんですけど、僕はどっちかっていうと自分からこれやらせてくれとかあんまり強引に行くのが好きじゃなくて、来たお話を受けてきてたんですけど、やっぱ若い時っていうのは自分からこうやらせろみたいな感じだったんですけど、そうすると全部うまくいかないんですよね。ところがその今に集中して今の自分に集中してると、その今のつながりが未来なわけですから、そうすると必ずその準備さえできてれば来るんですね。このドキュメンタもそうなんですけど、で普通は皆さんドキュメンタに行きたいからそういう政治活動みたいなのするんですけど、僕の場合は完全にそのドイツにいて逗子に流れ着いて、逗子でシネマキャラバンっていう仲間たちと知り合って、それでそいつらと旅をして、で僕はそこからまた
インドネシアに行く。でインドネシアでルアンルパっていう仲間たちとか他の仲間たちと出会って、そしたら今度そこからまたドイツへの道っていうのが開けていく。でこれ僕はどこにもなんか無理をしてないというか、その流れに自分は、まあ、波乗りみたいなもんですけど乗って乗ってきたら今のポジションにいる。ただその間にいろんな人との出会いとか、こういう皆さんも含めてですけど、いろんな人の、サポートがあって、来てるっていう。だから僕からすると、まあ、普通にもう本当に感謝をするってこととか、そういう思いで自分がやれることに集中すれば、それは確実に自分がやりたいこととか、そういう出会いたい人たちと出会ってやっていけるってことが、あの短い人生の中でもこうやって体験できているので、僕はそういうもんなのかなっていうふうに、まあまあよく言う縁みたいなもんかもしれないですけど、まあ、そういうのを今、うん、説明してくれて、はい、ありがとうございます。あのこれからちょっとサポーターさんに質問の時間を設けさせていただきたいと思うんですけど、あの前回このタンプランドをちょっと皆さんと一緒に鑑賞させていただいて、その後1時間ぐらいお話ししたんですけど、作品の話というよりはその過去の展覧会でどういうふうに自分たちが手伝ったかとか、あとは松本さんとかはあの屋台を今どういうふうに使っているとかっていう話とかも一緒にお聞きできれば嬉しいなと思っています。なのでちょっとマイクを回しますので、ぜひ感想でも結構ですので質問もしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。あの最初に、ザンプラントを初めて見た時にどういう印象を持っているとおっしゃって、でも私は日曜美術館で紹介しているのを先に見ちゃってね、なるほど、はい、見た時にあの作品があるのにあったんだと思って、はいはい、で見たんで、なんかピュアな印象じゃなかったんですけど、こう覗いたらアザラシと目が合って、あ、かわいいと思いました。うちの父が来た時にすごいピュアな状態でいて、最初あの机の上の椅子に座っちゃったんですよ。でそこじゃなくて覗いてって言って、すごい特攻医者みたいな感じで、なんか大丈夫かなと思って見てたんですけど、あ、これはいいわって言って、連れてきてよかったって思いました。そうなんですよね。あれね、分かんない人は分かんないですからね。今日見ないで帰ってた人いましたもんね、僕らが見てる間にね。はい。福島に何度も通われていたということで。はい。研究物がすごい面白いなと思ったんですけど、その中でというか、ずっと通われていたことで、なんか考え方とか、なんか作品を通して伝えたいことが変わったのかどうかっていうことを考えて、もう一つはドイツでこれからされるプロジェクトのことで、なんか見ての中で出てきていることで、なんかもう少しお話を聞けるとか、聞いてもいいことがあれば、はい、まずあのそうですね、福島は実はその2011年3.11の3月10日まで僕ネパールにいたんですよね。でネパール屋台トリップってネパールの4000メートルまで屋台を持っていくってバカなことやっててそれで4000メートルまで屋台を持ってって、結局そのコヨーテとハゲワシしかいなくて、そいつらに狙われてるみたいな。でそれでネパールからその降りてきて、山の中から何週間も行っても降りてきて、でそこから、あ、これも電気とかあんまいらねえなと、人間の生きるっていうものはっていうところで、日本に帰ったらそういう話を伝えていかなきゃいけないって言って帰って、夜に着いたんですけど、そのまま家に帰る前に次の日に打ち合わせあるから、その東京のバーにっていうか知り合いの飲み屋で一夜過ごして、次の日東京の浜松町で打ち合わせしたら、あの地震があったんですよね。でダーッて言って、であの津波の写真が流れて、映像が流れてみたいな。だから僕からするとものすごくこう、衝撃というか、その非現実的っていうか、で僕一人だけなんかそのリュック持ってすごい準備がいい人みたいになっちゃっててみんなサラリーマンがみんなバーッて帰宅困難になってるとこの中でいたんですけど、まあ、そこから始まってるんですよね。で僕らが一番最初にその原発事故起きた時に一番心配したのは六ヶ所村で、ですぐに六ヶ所村に来たんですよ。その
2011年に。で、六ヶ所村にやっぱり屋台持っていこうって言って、屋台持ってって、六ヶ所村屋台トリップじゃないけど、やったのが2011年で、で、まあ、当時、まあ、当然ながら誰もいなかったですね、六ヶ所村。だからもうこれ本当にやばいことが起きてるんだなと思って、人っ子一人いない、その状況だったです。だからそういう始まりだったんで、やっぱり福島問題っていうのは僕らからするとやっぱすごくネガティブなものだったりとか、もう初めの5年ぐらいはその食らうっていうか、言って地元の人たちに怒られとか警察捕まってとかで、結局その捕まったのチャリンコ泥棒で捕まるんですけど、僕ら結局放射線が高すぎて怒ってる自転車で逃げてたらそれで捕まって、なんで原発のすぐ近くでチャリンコ泥棒しに行くわけないじゃないですか。だけど錠剤がチャリンコ泥棒だったりとか、そういうそのいろんな物語、あとその2012年の個展の時も出しましたけど、あの当時は海の方の、メッセージを誰も言ってなかったんで、その福島の原発の横で波乗りをするっていう作品を作ってるんですね。でそれも全部完全防備にして、僕がその原発の横で波乗りをするって作品を2012年に作ってるんですけど、もう当時はもちろんそんなのやったら問題ですし出すこともできなくて、でその中で、まあ、実際今だから言えるような話がいっぱいあるんですが、でそのなんか2010何年ですか6年7年5年ぐらい経って、あるその男性と出会うんですけど、遠藤さんという方なんですけど、彼は、まあ、仲間もみんな亡くなって、で原発の、原発でも友達が働いてる、亡くなった人たちも仲間がいる。でその彼自身が4年前に作った新築の家が帰還困難区域になって、で自分の家にも帰れない、で子供たちを全員その東京に避難させて、で地元の原発の人にも原発事故あった人にもそのお弁当を作る会社を立ち上げて、お弁当屋さんを作ってお弁当を全員に平等に配るってこと。でその人がものすごくエネルギッシュで、でその人たちに、その遠藤さんが、まあ、高志君、雷君って言って、この現状を伝えてくれと、でもう、誰も来なくなったと、そのメディアも、で1週間2週間のうちに2分ぐらいしか福島の問題が扱われないようになってしまった。でも本当に俺らは、こういう状態になってるってことを、そのアートも一つのメディアの一つだから伝えてくれないかっていうことで、その彼のドキュメンタリーを取り出すわけですよ。でそこから実はその人のエネルギーっていうか、大丈夫大丈夫みたいな、それをもうバンバンもらって、でやっぱり僕らがその遠藤さんに会いに行きたいっていうか、でその遠藤さんの仲間の福島の人たちに会いに行きたいっていう、そういうその行かなきゃいけないっていう時から行きたいっていうところに変わったのが、だいたいその2016年とか17年ぐらいだったんですかね。でそこからやっぱりもうそうなると見え方が全く変わってくるんですよ。今までネガティブに見たものがすごくポジティブになったりとか、でそこはやっぱり一つのきっかけだったのかなっていうふうに思いますね、はい。でドキュメンタリーに関してはすごいのがノーアートメイクフレンズじゃないですか。で今回選んでる人たちが活動家だったりとか、そのアーティストって言われてる人をほとんど選んでないんですよ。で僕みたいなアーティストは結構珍しくて、アートスインハブって言って、そのアーティストがハブになって地元の人とつながっていくっていうグループはあって、僕はそのシネマキャラバンって逗子を中心とした、いわゆるこう、別に彼らはアーティストグループでもないしコレクティブでもなくて、活動家でもないんですけど、その地元をどんどん盛り上げていこうって言ってる人たちとずっと屋台も含めて関係性を持ってきて、でその活動とか一緒にやってることをっていうのが注目されたわけですよね。でそのシネマキャラバンもインドネシアでやったりとかもしましたし、でその彼らも招待して、だからドキュメンタのディレクターになる前から彼らをシネマキャラバンに呼んだりとかやってたんですよ。でその僕らの活動とかを見て、彼らは今回ドキュメンタリーに呼んでるんですけど、だからそういう活動家だったりとか、そういうその地元のコミュニティ、ただ皆さんのように例えばその美術館とそうやってつながり持ってる人たちっていうのが呼ばれたりとかしてるわけですね。だからアートもじゃなくてすごいんですよ。でそこが
時間軸、例えば僕だったら日本の時間軸、縦の時間軸があって、その時間軸のちっちゃいグループができてて、それがもう80人ぐらいの人たちがもうなんか20ぐらいのグループ作ってて、でそれぞれがけんけんがくがくやってるんですけど、もうわけわかんない状態になってですね、でもこれ面白いなと思って、そのアーティスティックなことは何もないんですよ。だみんなでそのこう何なんだろうな、まあ、一体これはどうなるのかが全く分かんない状態で今ここを迎えてるみたいな。だからみんな何を作るとかそういうのもないんですよね、うん、だからこれはだからその楽しむしかないみたいな。これを不安に思ったりとかしたらもうおしまいで、そういうことじゃなくて、これは一体どういうその結果をで、その後ドキュメンタリーの後どうなっていくかっていうのを楽しめるかどうかみたいな状況が今ですよね、うん、だから昨日もちょうどそのシネマキャラバンとのミーティングしましたけど、面白いのはじゃあシネマキャラバンとは何なんだって言って、シネマキャラバンが今解体しそうな危機に至ったりとかしてだからでもそういうきっかけを作ったりとかしてるのがすごく面白いなっていう、ドキュメンタリーに行くぞっていうことになったことによってシネマキャラバンが危機に陥ってるとか、もうすげえ面白くてしょうがないなみたいな感じですよね。だからもう何を作るとかっていうよりは、その友達とか仲間を作るのに、その仲間の定義から話し合いをしなきゃいけないから、仲間ってどこまでが仲間なのとか、友達ってどこまでが友達なのみたいな話を今してるっていう、すごく不思議な感じですよね、うん、はい、すいません、ちょっと長くなっちゃいました。今日はどうも、はい、長い間ようこそ、はい、ただいまです嬉しいです。まず屋台のことは本当に置いていただくことができて、置かせていただくことができて、本当にみんな喜んで、私たちだけじゃなくて、 ありがとうございます。で最初せっかく置いてあるんだから何か使おうっていう感じだったんですけども、使ってみたら栗林さんのコンセプト通りのことが展開していたという、例えばいろいろなコミュニティっていうのかな、仲間がそれぞれできて、私ら全然直接関わらなく、その屋台の中でできたグループでまた新しい活動をやってるようだったり、なんかいろいろなのが広がってるというのはすごく感じられて、素晴らしいです、素晴らしいですだからきっかけですからね、別に屋台じゃなくてもいいんですけど、何かしらそういう装置があるとなんですよね、はい、だからあれがないとでもやっぱり始まらなかったですよ、うちの店の前でなんか新しい店でもやるのみたいな感じになっちゃうわけですから、はいはいはい、じゃなくもうまず栗林さんの屋台がここにあるということで、まあみんなもなんか集まるきっかけがそういうのでないと、なんとなく行く気になれないというか、きっかけが、だから本当にあれは一つのこう、そうですね、僕がいない方がいいんですよね、あれいるとなんか遠慮しちゃったりとかする人が出てきちゃうから、あれはまあ今はいいかもしれないですけど、初めはやっぱりそうそうそう、いない状態で始めた方が、だからそのみんながアート作品だからと思っちゃったらもうおしまいで、もうアートってやっぱ何なんだっていうところも含めて、そう話すきっかけになれればと思った。やっぱりそのうちにはその機材がなかったですけども、美術館の方が協力してくださって、それでさっきもお話ししました、当時パリに行ってた中川さんと、それから当時企画展があったその北川淳君ね、それとこうズームで やっちゃったり、その後いろいろなその屋台をきっかけにナイトシアターも始めやったり、すごくいろいろな面白いことがあって、皆さんも楽しんでもらって、でコロナのあれでもう1年以上休んでるんですけど、いつって、うん、でやるよって言うと、わざわざそれをやりに東京から関東から来てくれたりする人もいました。素晴らしいです。だからこれからまた今のドキュメンタでいろいろなことをやるんであれば、ぜひ、そうですね、ぜひぜひなんかやれたらやりましょう、はい、本当にいいものをこう置いてくださって、いや僕じゃなくてやっぱりね、やられてるっていう、でもそれは本当大事で、それやってくれてるっていうことが本当に僕からすればコンセプト通りというか、
うん、もう感謝しかないです、ね、すごいですけど、私らだけじゃないんですよ。みんながやっぱりあれがあることで、みんな持ち寄りでやってるわけですよ。全然私らいるだけで、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそ。それでそのドキュメンターで、さっきもなんか自分で考えるとおっしゃいましたけれども、このキーワードをどうして、うん、それは長くなりますよ。いや、答えというか、これですよね。僕は今生きてないっていう言葉をね、まあ、生きてないじゃん、生きてないなんですけど、それをある人からもらった言葉なんですけど、これ何かっていうと、まあ簡単に言ってしまうと、生きるっていう言葉に実はすごい罠がすごくあって、で例えば生きるためにお金を稼がなきゃいけないとか、その実は生きるのに辛くなってる人もいたりとか、生きなきゃいけないとか、だから簡単にみんな生きる生きるって使いすぎちゃってるんですけど、そこにすごく罠があって、でもそれはなぜかっていうのも全部話さなきゃいけなくなるから、そうすると3時間ぐらいかかっちゃうんですけど、で僕はそのこの10年間福島問題の時は、荒川周作さんの言葉の You have decided not to die っていう、その私たちは死なないことに決めたっていう言葉を使ってたんですけど、その10年終わった後にこの「いや not alive」っていう「生きてない」っていう、そのポジティブなその意味で僕らは生きてないんだよっていうのを使っていこうっていうことで、まあ、今回のドキュメンタもそうなんですけど、ただこれっていうのは常識に考えると非常にネガティブな方な言葉に思われるんですけど、ぱっと見は、でも実はこれが反転してひっくり返る時代が間違いなく来ますから、これはちょっと、うん、まあ、それは未来だから分かんないですよ、うん、だそこら辺はまあ僕らも分かんないですし、でもそういう直感だから、そのいいんです、もうこれをこれタオで作ってるんですけど、この前そのこれをみんな売ってるんですよね、で買ってった人が、いやこの前あの銭湯に行ったらこのタオルをおじいちゃんが二度見してましたみたいなみたいな、なんかそういうこうなんていうんですかね、こう今まで普通に生きるとか生きなきゃとか生きてるっていう言葉じゃない言葉があって、でそれをみんなが生きてないってポジティブに言うのって何なのっていうのはすごく大事で、だから生きてないんだったら何でもできるじゃんっていう話だったりとかするんですよ。だそういうのも含めていろんな深い意味があるんですけど、だからそれを話をしだすと今度はもっと宇宙的な話からしなきゃいけなかったりとか、でここから10年いろんな人とそういうこの話をしていかなきゃいけないなって思うんですよね。だからその生きてると思っちゃってるから、これやんなきゃとかあれやんなきゃとか頑張んなきゃとか、それは別に生きてないという言葉というよりは、その実は別にあるだけなんですよ、僕らっていうのは。ただ存在し続けてるだけでいいのに、みんながその未来のことを考えて夢を持たなきゃいけないっていうのも全部それなんですけど、生きなきゃっていうのと一緒で、そうするとみんな不安、未来に対しての不安、例えばお金もそう、預金しなきゃいけないとか、保険に入んなきゃいけないとか、老後の生活がとか、全部不安なわけですよ。でもそれは全部罠で、別にそんな未来のこと考えなくていいんですよ。だけどそれをどん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 世の中のメディアが不安を煽って、その不安に乗せるっていうことをしてるわけですよね。健康も、例えば病気も、病院に行って名前を付けられるからみんな病気になるんですよ。実は病気っていうのはなかったりとか、でそういう一つの一つのことを考えていくと、その生きるって言葉にもすごい罠があって、でもまあすごく面白い話なんですよね。だからこう僕からすると全然ネガティブな言葉じゃないんですけど、でも初めはやっぱみんな、みたいな、死んでるなんて俺は死んじゃないよみたいな、じゃあ生きるって何とか死ぬって何みたいな話をもう一回やんなきゃいけない時代に来てて、じゃないとそのお金もそうなんですけど、お金はすごく大事ですよ。でもお金は道具としては大事ですけど、そのお金自体には意味がないわけですよ。大事なのはそのお金をどう使うかって。だからその使うものによってそれが道具として生きるわけじゃないですか。でそういうのをもう一回みんなで話をしないと、どうしても今の学生がお金が大事なんでってなってきて、いやお金が大事じゃないんだよって言って、それをどう使うか大事なんだってことを話さなきゃいけないとか、その一個一個なんですけども、まあ、そういうそのいろんな意味の究極のところがこの言葉っていうだけで、そのものすごくまあいろいろ考えながらやってるんですね、はい。すいません。今日は手紙をありがとうございます。
全く芸術と関係ないです。自分の息子が先月インドネシアへ行って、そうなんですか、に行って、はい、港湾の仕事を今やってるので、あ、港を作る仕事をやっているので、これはインドネシアに距離があったんですが今日お話を聞いて非常にこう近くなってですね、これは何かありそうですね。で、息子は向こう行ったって聞いて、あの地図帳でインドネシアってどんな国だったっけとか、スマトラって今スマトラって言わないんだな、はいはい、違うですよね、うん、とかですかね。で、今朝あのスメル火山が爆発してた、あ、爆発したんですか、で十数人が死傷とか、はいはい、LINE を送ってくる、書いてこないとかですね、はい、そんなことを思って、はい、非常にこうお話とインドネシアが、うん、私の中で非常にくっついた感じで、あ、とても親近感を抱きました。あ、そうですか。全然アートじゃないんですけど。いやいや、これはこれがアートですよ。あ、そうですか、はい。息子がインドネシアに行ってました。いや、お会いしたいですね。ぜひぜひ。ザンプラント16年前にこの美術館ができた時に、はい、最初からあそこにありまして、はい、もう初めて会った時はやっぱりあの。ああいう感じのアートっていうのは初めてだったので、やっぱり新鮮な驚きがあって、はい、本当に楽しいなと思って、あ、嬉しいです、こんな住んでる町にああいう美術があるっていうのはすごくありがたいな、楽しいなって、あのみんなに見てもらいたいと思いました、はい、あ、はい、あの何回か上がりながら先、27日あのついこの間久しぶりに上がってみたんですけれども、はい、あの相変わらずアザラシがポツンとあのいて、もう16年経ったら、あれも16歳ですかね、あの相棒がいてもいいかな、子供がいてもいいかな、いや、そうなんですよ、仲間と話しながら、実はあの前回、大規模な改装をやったっていうか、その修復をやったんですけど、その時に僕はペンギンにひっそり変えようとしてたら却下されたんですよね。いや、いきなりあれペンギンになってんじゃんみたいなのが面白いかなと思ったんですけど、却下されました。なんか変化があっても楽しいかな、ね、と思いました。はい、僕もそう思ってます。あとあの何年か前に北アルプス芸術祭に行った時には、はい、あのさっきの黒部ダム、あ、はい、あの足湯使って、 ありがとうございます。作品を見させていただきました。はい、ありがとうございます。久しぶりに黒田さんのお顔が見れて、ご無沙汰しています。ありがとうございます。その説はお世話になりました。あのサンプラントを私も初めて見たときに、初めて見たというか、入り口に立って、あの穴の中を覗くんだって時に浮かんだのは、旭山動物園が浮かんできたので、ああ、はいはいはい。あの、あそこのね、よくこう、筒みたいなの、何でしたっけ、アザラシじゃないし、こう、いたり来たりしてるような、あんな感じかなと思いながらこう上がってみたら、あ、全然違うんだというその感動がまた感じられて、で今日お話を聞いていたら、あのバックヤードですかね、はい、よくあの水族館とかそういうところで見学会みたいなんで、あのバックヤードの方に行って、はい、こうね、裏側をこう見せてくれてるじゃないですか、はい、じゃ今日聞いていて、あ、そうか、あの下の部分っていうのが逆にバックヤードで、うん、私たちは作品だと思ってこうあの椅子に上がって覗いてる人を含めて作品として見ていたっていうところがあるんですけど、はいはい、あ、もしかしたらここはこっちのバックヤードで上のね、顔がある植物があるあっちの方がメインで、はい、でどっちがメインですかねって思いながら今日お話を伺ってたんですけど、はいはいはい、で、あといろんな作品のあれを見ていて、あ、なるほどな、できないということを栗林さんは全部押し通してきたんだなというのをすごく感じていました。それが、はい、あの雲海のね、さっきのあれのようにあの土、はい、ひたすら泥団子を作ったのを思い出したんですけど何個作ったんだろうと思ったから、あれも、え、こんなとこ美術館に土を入れていいんだろうかと半分思いながら、はい、ひたすら泥団子作りをしたのを思い出したんですけれども、うん、でも
出来上がってあの上の方からこうちょっとしか見えなくなる島とか、それからあの、ね、霧がこう出てきた時の感動とかあるのを見ると、ああこういうのもありなんだなというのと同時に、あの作品が生まれたことによってここの現代美術館にもその後いろんな何でもできるかもというような作品がなんか来たような気もしております。だから見る私たち市民にとってはあの本当に嬉しい感じですね、はい、ありがとうございます。多分あれはあの栗林さんの最初のあの作品からだったのかなと今思いながらしてました、はい、で最後なんですけど、まあ、いつもこうなんか自然をテーマにされているような感じであの感じられるんですが、作品を作るときには必ずその自然というものがっていうか、そういう植物とか含めた自然がその中心の中にあるんです、あるんでしょうか、うん、そうですね、あのやっぱりね、まあ、それも境界につながっちゃうんですけど、まあ、自然と不自然とか、やっぱ僕ら人間もじゃあ自然なのか不自然なのかって、基本的には自然しかないのに人間が作るものだけが不自然だったり人工だったりと言われるわけじゃないですか。だからそこはやっぱすごくテーマにしたくて、じゃあ僕が作るあれは自然なのか不自然なのかっていうのもすごく面白い話で、人間の手が入ることによってもう自然じゃなくなるんだけども自然じゃないですか。なんかそういうのも自分の中ではすごくテーマにあって、だからちょっとその一般的にアートっていう文脈だったり考え方は違うところで作っちゃってるんで、だからまあ扱いづらいアーティストっていうのはそういう部分も含めてだと思うんですけど、まあでも場所によってこういう美術館とか本当にあのやらせてくれるというか可能性をやっぱりやらせてくれたっていうのはやっぱ僕にとっては、まあ、感謝しかないんですけど、やる側はすごい大変だったと思います、はい、いやなかなかあのいろんな作品が毎年ありながらも見に東亜から出れずに見に行けないでいるんですが、はい、ぜひぜひまた東亜のこの美術館そうですね、ぜひできることはい、いやできないこと、できないことやっちゃいます期待しております、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。お話の中ですごい教会っていう言葉がたくさん出てきたと思うんですけど、教会っていうものにこう興味を持つようになったきっかけっていうか理由っていうのはありますか。多分結構教会をテーマにしてるアーティストっていっぱいいて、そんなにあの目新しいことも全然ないですし普通なんですけど、でも僕自身はやっぱりその、まあ、さっきも言いましたけど水の水面空面とかもあるし、常に地球とか歩いてると地面の下とか気になったりとか、なんかどうしても気になる場所がやっぱそこに境界線があったりとかボーダーがあったりするんですよね。でよく考えるとその波乗りもそうなんですけど、その境界の上を立ったりとかで、そういう国境も全部そうなんですけど、問題起こるとこって全部そうなんですよ。だからテリトリーもそうですし、人間のプライドっていうのはテリトリーだったりとか、でその距離感だったりとかで、そこにも必ず絶対教会があったりとか、だから結局教会をテーマに上げようというふうにしたわけではなくて、結構みん俺がそういう話をしてると、あ栗林隆は教会を意識してるんだなっていうふうに言われ出したっていうだけで、僕自身はそのあ確かにっていうぐらいのもんなんですよ。でもやっぱり絶対そこには何の問題、どこに行っても教会があるし、どのテーマに行ったってその教会があって、だからあ逆に言ったらこれはまあ教会って言ってればいいやみたいな時があったりとかしたのもありますね。だからこれはもう教会がテーマだっていうことよりはそういうふうになっていったっていうのと、でもそこにはやっぱりその当時東西ドイツがあったりとか、あとそのユーロにその突然ユーロに変わって国境がなくなったりとか、そういうのを経験したりとか、あとその屋台がなぜ出てきたかっていうと、やっぱアジアとヨーロッパの違い、もうドイツは特にその外と内っていうのははっきりしてるから、もうその洗濯物も絶対家の中じゃないと干せないしとか、そういうグレーゾーンがないんですよあんまり。でもそれがすごくアジアっていうのにあって、でそのグレーゾーンの幅はやっぱり教会だったり、でそこに存在するのが屋台だったりとか、なんかそういう部分がまあ重なってって、まあ、教会っていうテーマが出てきたのかなっていう感じですよね。だからもうこれっていうよりは、まあ、自然的にその現れてきたものなんでしょうかね、はい、
教会があるっていうことは多分中と外はこう分かれているっていうかこう全く異質だから教会ができるんだと思うんですけど、うんうん、それをこう栗林さん的にはその教会とあちらとこちらをこう移動したいっていうような感じなんですか、それとも応援していきたいとか、うん、何かこうただこうそれをこう見つめている感じなのか、その教会に対して何かをしたいっていう、うん、気持ちがあるものなのか。多分全部あって、例えばインスタレーションっていうのはやっぱりかなり俯瞰的に教会を見せるものなんですよね。ああいうこの霧もそうですし、ああいう屋根裏もそうですけど、だけどそれだけじゃ良くないと思って屋台を始めるんですよ。で、屋台っていうのは主観的な、その僕自身が国境に行ったりとか人の間に入ってってトラブルに巻き込まれていくっていうプロジェクトなんですけど、でもその2つが相まってそのいろんなことが炙り出されてくる。で、僕自体はトラブルなんか全然好きじゃないし行きたくないし屋台トリップもやりたくないんですけど、でもやっぱりそれはやらざるを得ないというか、っていうのはやっぱりその主観性と客観性をちょっとアーティストとしては持っときたいっていう、だからその全部ですよね、そのうちにもあるし外にもあるし、その興味としては、だからまあ、面白いですよね。その精神的な意識的な世界もあるわけじゃないですか、あちらとこちらっていうのも。で、そういうのも含めてやっぱり全部興味あるんだと思います。うん、はい。あの本を覗いて初めてあの作品を拝見した時、3歳の自分があの頭が重くて川に落っこちた時のあの景色がここにあるみたいな。復活しちゃったんですよ。はい、だから今草取りしてて、あのハーブ効果のな、はい、草取りはやっぱり、うん、自分の元気になるっていうのを実感しましたし、で境界線問題は伺ってて、なんで一人一人こうやって見える形になってるか、うん、でも自分と相手の中に確実にもう境界線はあって、でもそこに通い合うものがあった時にこれが開かれているような、うん、で今草取りしてる場所のお隣さんは専業農家で、うんうん、前春秋トラクターでどんどん境界線あの削ってくれて、ザーッと持ってくれる。でも花も植えるのが好きだし、こちらも花を植えて、うん、でそこはその人の素敵な個性ってことで、私の中には境界線問題はそんな風にお互い、うん、生きてないんだけど生きてるっていうセルニアへの、まあ、面白いですね、花が咲くみたいな形 で、はい、で私が現代美術館にやっぱり可能性を感じるのは、そういう一人一人の動き出しがお互いの存在を認め合うために使えるようになることがすごく楽しみなんです、うん、ありがとうございます。あ、素晴らしいです、ありがとうございます。あのすごく抽象的ではあるんだけども、例えば非常に分かりやすい短歌が島になってるって、そういう単純なものがスタートで僕はいいと思ってて、だから僕の中で全部解決してる、そのこの中で多分植物がそのテリトリーを境界線をやり合ってもちろんするかもしれませんし、あそこのザンプランドの中でその植物の戦いがあったりとかするんですけども、でそういう一つがまあ、一つの作品になったりとかするんで、だから皆さんも自分たちの世界の中でおアートだとかってやりながら広がっていく世界が、あそういうふうに広がってね、こういう僕の作品とかも含めていくといいなと思ってますね。だから今までの西洋の文脈的なものもすごく大事ですけど、それだけじゃない違う形の今アートが実は世界中に広がろうとしてて、でそれを伝える人があまりいないっていう、ただ僕はまあ今回ドキュメンタっていうことに、まあ、選出された部分も含めてこれはいい機会だなと僕は思ってまして、だそういった部分も含めてもっとその全然違う可能性ですよね。もうさっきも言って生きてないっていう言葉を今までは発せないんですけど、ここから使い出すとかするってすごい面白いことで、それ何ってなるわけじゃないですか。でそこがまたすごくアートの可能性っていうか面白いことだったりとかして、あの守ることも大事かもしれないですけども、ここからその先、まあ、ドキュメンタが大事じゃなくそのアフタードキュメンタって言ってますけど、その先にどういうことをじゃあ自分たちがやっていくべきなのかとか、じゃあこの十和田という町も含めてですけど、じゃあ十和田の美術館がじゃあどういう可能性を持っていくべきなのかっていうのも
考えながらやんないといけないのかなって僕はやっぱり思いますし、僕自身もアーティストとしてはまあ考えていきたいなっていうふうに思ってます。はい、今日は本当にありがとうございました。はい。